皆さんおはようございます。おはようございます。先ほども大川先生の方からご紹介いただきました、私は福岡県出身、福岡育ちのサックス奏者であります安武元明と申します。どうぞこの時間よろしくお願いいたします。神奈川県といえば大和カルバリチャペルと聞いております。はい、今日は本当に皆さんとお会いできて、貴重なこの礼拝の時間を本当に感謝しております。私は2009年に憧れのサックス奏者でありますロン・ブラウンさんのもとにですね、正式に弟子入りさせていただき、そして2010年に、ロン・ブラウンプロデュースによるブレイクスルーというアルバムで、デビューいたしました。今年私は、38歳になりましてですね、あ、そのリアクションは若いというか、ありがとうございます。坪井先生の6つ下になるんですけれども、はい、これでも子供が2人おります。はい、15年前に洗礼を受けてクリスチャンになって、今はですね、もうこの世の中たくさん変わることがあるんですけれども、決して揺らぐことのないイエス・キリスト、この皆を掲げて演奏しております。あと1曲だけですね、賛美させていただきたいんですけれども、新しいアルバムが出まして、アット・ザ・クロス聖歌賛美歌のみを収録させていただきました CD の中からタイトルになっているアット・ザ・クロスをお届けします。